はい、ということで皆さんこんにちは。どうも、山崎まるとです。ということで、今回なんですけども、今回は、新型コロナウイルスのね、危険性について、今回ちょっとね、皆さんに伝えていけたらなと思います。ということで、早速、行ってきます。新型コロナウイルスの、まず、最初にちょっと新型コロナウイルスの、なぜ危険なのかっていうことをちょっと今回ね、言います。まず最初に、それなんで危険かというと、わからないんですよ。その他と違って陰性や、陽性の人がいたり、その陰性の人って症状が出ないんですよ、まあ、軽いかそういうなんかそういう症状が出るんですよ。それでちょ知らないうちにその人にちょっとなんていうの、その人に会ったりとか接触したりとかするとその人にまたかかってしまうわけですよ。だからどんどんなんていうの、無限の連鎖みたいな感じになるんですよ。であとちょっと最近になって分かってきたんですけど、高齢者だけではなく若い人でも、ね、死亡者が出てるらしいですね。はい。で、あと若者の、生死も左右する新型ウイルスなんですけども、若い人々は高齢者と比べて新型コロナウイルスパンデミック世界的流行によって死亡する確率はまあ少ない、めちゃくちゃ少ないとされてるんだが、しかし決して影響されているわけではない。新型コロナウイルスによって引き起こされる感染症はすでに英国で18歳の若者の命を奪っているんだっていう書いてありますけど、この間ニュースとかでなんか8歳の女の子、少女、まあ外国なんですけど、外国の8歳の少女がちょっとなんか死亡した事件とかあったんですけど、だから高齢者だけではなくて若い者もう全世代にちょっとね注意とかを、ちゃんとね、あの私はなんか免疫強いからとかそういう関係なくて、ちゃんとね、そういうの関係なくて、その世代とかそういうの関係なくて、しっかりとね、対策をねした方がね、みんな危険ないと思います。まあ、すいません。そして36歳の看護師であるアリマ・ナースリンは今人工呼吸器につながれている。彼女の妹は地元メディアの、取材に対し、このウイルスがどれだけ危険なのかみんな知ってもらいたいのです。姉はまだ36歳で元気で健康だったんですからと、伸びている。このウイルスは人々は深刻に受けて当選。姉は若いんです。リスクがあるのはお年寄りだけではない。はい、この今文章から分かった通りなんですけど、まあ若い人でも十分な警戒が必要ってことに、ここをねちょっとね、なんか伝えてる、皆さんに伝えてるみたいな感じです。新型コロナウイルスのパンデミックについて、高齢者だけにとってある今日とって脅威であることを、若者が、受け止めたことは、報道と政治発表の落ち度だったかもしれない。だが世界保健機関、WHO、は、事務局長、ちょっと今日ダメだ、滑舌が、テロドス・アダノム・ゲイブレイススは先日の、記者会見ではっきりと語った。若い人たちに伝えたいことがあります。あなたたちは無敵ではありません。このウイルスはあなたたちを何週間も入院させたり命を奪ったりする危険性すらあります。あなた自身が病気にならなかったとしても、どこかへ出かけると言ったあなたのその自分勝手な選択が他の人の生死を左右する可能性があるからの危険だから、もうそういう今外出なんか禁止令みたいなの出てるんですけど、まあそれをね、なんかその訴えてるんですけど、はい、まああとはあれですね、そのイタリアとか、でも今って確かあれですよね、アメリカが一番コロナウイルスって感染者が多かったの、多いところ、なんかニュースとかでありましたよね。アメリカが一番
番多い、感染者が一番多いってニュースで聞いたんですけど、2番目は確か中、3番目か、3番目中国、2番目ちょっとわかんないですけど、ちょっと後にちょっと見てみたいと思います。まあでも、ちょっともう一つあるんですけど、高齢者の方が高リスクであるかも、理由っていうのをちょっとね、喋っていけたらなと思います。なぜ高齢者の方が、若者よりリスクが高いのかということですね。年齢を重ねるにつれてかかる病気が、理由の一つを挙げられます。と、イーストアングリア大学の医学教授であるポールハンターは言う。そして、喫煙のような、悪い習慣によって深刻するのだという。肺のほか、損傷があったとしたら、ウイルスを対処する能力がそれほどないです。ないのです。はい、まあまあ、それがあるから、まあ、その高齢者とかがかかりやすいっていう感じです。まあ、その高齢者がその何かかりやすいからといって、まあ、若者、その私や僕、免疫が強くて、若者だから全然大丈夫だ、かかっても大丈夫だっつってもダメです。はい、このやつはね、あまりちょっと舐めてはいけません。はい、ということで以上の考察になりました。以上、こんな感じで終わりたいと思います。これちょっとためになった、少しでもためになったよっていう方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。あとこれね、ちょっと拡散してほしいです。はい、どれだけコロナウイルスがちょっと危険かっていうことをね、皆さんに知っていけたらなと思います。ということで、今回の考察は終了です。ということで、ありがとうございました。